本当に受け取ってほしいのはイヤリングなんかじゃないけど、もしそれを受け取ってもらえれば、多分、いや必ずもう片方のイヤリングを隠した場所を。なんだと？記憶を取り戻したのか？はい。ですが。予定通りなのだな。はい。正常にセキュリティが作動します。そうか。封印は解けません。Ha ha ha!
削り、地を削り、心を削る。そのためならば我が身を焦がすことも厭わぬと欲するも、願い叶うことはたわず。故に我禁断の秘宝に手を染め、たとえ我が身汚れていても、たとえ我が心汚れていても、そう思う力
虜にしてくる。真意のごとき響きと我は誓う。覚悟はできているか？はっ！クロスエアレイド！ダーカーバーイ！そんなバカ！貴様ら、
神に支援される分際でこんなことをして一体どうなるか。人の死は残された者にとってその絆が強ければ強いほど、残された者が弱ければ弱いほど、痛いほど心を縛りつける。残されたのは誰？置き去りにしたのは誰？また置いていかれたら俺どうしたらいいかわからないから。しまったやつだ。だからって私を置いていかないでよ。今度は自分が置き去りにするの？それでいいの？しっかりしろ。俺は嫌だ。
忘れるもんか。死んだってお前のことだけは。ルシ、召使いを選ぶのは花を摘むのとどこが違う。お前は死神とどこが違う。私は人の魂を花を摘むような気持ちで選んでいたの。戦乙女って何？私は死神なの。神と人間の間に愛情が成立すると本気で考えているのか。あなたは自分が一体どのような存在なのかまるで分かっていないのですね。ここでよく遊んだんだよな、二人で。俺の幼馴染だった女の子の家さ。やっぱりそっくりだったんだ。俺のせいなんだ。彼女が死んだのか。俺が無理に連れ出したりしなければ。本当に受け取ってほしいのはヤリムなんかじゃないけど、もしそれを受け取ってもらえれば。これは全て幻。でもその幻の中に真実がある。幻は消えても真実はあなたの中で色づいているはず。現実に戻ってあなたは何をすべきなの？思い出して心を。かつて自分が何を思って何を願っていたか。こんなくだらないことを。いやあ！Thank you.
僕も私の前に姿を見せることができたものだな。一度グングニルがその本当の力を解放するのを見てみたかった。黒は全ての色を飲み込む。確かその漆黒のオーラはあらゆる力を吸収し、槍はさらに力を増していくという。まるであなた自身を象徴するかのように。王よ、あなたも司法の所持者なら分かっているだろう。すでに数は無力だということも。ロキ、こんな取り返しのつかないことをして許されるとでも思って？まさか。やめろ。離れていろ。ロキはオーブを持っている。ヴァルハラが。ロキがオーブを盗み出したのよ。オーブ？そう、ドラゴンオーブを人間界から探し出してラグナロクに備えていたオーディン様を逆手に取ったの。早くオーディン様のところへ行ってあげて。戦況はこっちが不利なの。フレイ姉さんも言ったわ。一石二鳥の策だと考えていたと思う。私はオーブは大きな戦力になるし、人間界で混乱が起きればデナスお姉様の任務もやりやすくなる。やめて。デナスお姉様、どうしたの？オーディン様、しっかりしてください。ロキはどこ？追いかけるつもり？今は親族全体の体制を立て直す方が先決でしょう。もう私はあなたたちに従う理由がない。この週末の戦いが起こったのだって元を正せばオーディンがオーブを奪ったのが原因。つまり今人々が苦しんでいるのだって元を正せば。デナス、あなたが今何を思っているかは分かるわ。でも人の死は一時的なものでしかないのよ。記憶を封印したのだってあなたのためを思って。人は生まれそして死ねば再び生まれてくる。輪廻永遠、それが自然の摂理。そんな一時の感情に流されてどうするの。このままでは全てが失われてしまうのよ。あなたの全てって何？
中？永遠？時間が問題なんじゃない。私はただみんながかわいそうなだけ、みんなを助けてあげたいだけ。別れは悲しいわ。あげられないの。